また始まりました。もう、鉄チャンネルです。もう、はい、久しぶりに怒ってますよ。超怒ってますし、しかもこれデータ消えちゃって2回目の撮影なんで、また怒りが大爆発でございますけど、もう、1時間しかないのに動画出るまでっていうんですが、はい、まあ今、緊急で動画、緊急でもないか。ちょっと、ついこの間あった出来事なんですけども、そうです。もうタイトルにある通りですね。印税未払いですよ。はい、こんなことあるんですね。初めてですよ。ね、初めてですよ、この怒り。そして動画に撮るの2回目なんで、もう怒りがさらに倍増ですけど、はい。いやー、もうね、困った。ね、あるんですね、印税の未払いなんて。どういうこと？出版社のチェック体制どうなってんの？経理の人気がつかないの？税務調査とか入ったらどうすんですか？おかしいでしょ？ね。そんなのね、明らかに払われてないわけですから、印税がね。だって売り上げはあるわけじゃないですか。その売り上げが入っているのに、宣伝する費用としては出ていってるお金はあるけど、明らかに印税の部分がないわけですから、経理の人気づかないの？はい。おかしいでしょ？っていうわけなんですけども、そうなんですよ。思ったんですよ。そんなことがあったんですよ。まあもちろんね、全部出版社が悪くて、こっちは何も悪くないという気はないですよ。はい。ね、もう、他のね、編集者の人、出版社の人もね、見ててね、お前だって遅いじゃないか、めちゃめちゃね、返信とか遅いし、原稿書くのも遅いんだからっていうのは、はい、わかります。はい。その通りだと思います。はい。わかります。本当にね、共著者がいる場合に、本当、共著者の皆様ありがとうございますっていう感じでね、ご迷惑をおかけしております。はい。ね、今、まあ、英検とか、トフルとかね、改訂版、ね、共通テストとかどんどん出ているので、はい、いろんなプロジェクト遅れてごめんなさいっていう感じなんですが、それにしたってですよ、こんなことはないんですよ。印税がね、1年も支払われなかったなんてことはない。もちろん支払いの仕方っていっぱいあるんですよ。印税もね、10% のところもあれば 8% のところもあるし、6% のところもありますよ。で、さらには、まあ、最初に出した分の半分の印税あげます。その後は売れた分だけしか払いません。なんていう出版社ありますね。もう二度と出さないですけど、そういうところでは。っていうところもあって、それだけではなくて、出したらもう出した分100冊とかってことはないですね。1万冊出したとしたらもう1万冊のそれの印税を最初にもう全部お支払いします。で、改訂されたりね、増刷されたりしたら、またその分、出た分全部お支払いしますっていうところもあります。ここがいいとこですね。とても。で、あとは最初の初版部は少ないです。最初は 6% です。でも、重版したらもうそこから 10% ですよとかっていうところもあります。で、そういうふうにいろんな支払いの仕方があるんですね、出版社っていうの。で、そんな中でですよ、さすがに最初に出した分の何パーセントも支払いませんなんてとこはないんですよ、普通に考えてね。そんなんありえないだろうと思ったら、やっぱりそうですよ。まあね、だから連絡したらやっぱり向こう側が間違ってました。みんな売れた分しか支払いませんっていうとこまずないし、で、売れた分だけ支払いますにしたって1年払わないなんてとこはないわけですね。そんなの1年間全く売れてないなんてことありえないし、でおかしいなと思ってね。だって書店に行けば僕のポップがあるんですよ。ポップってあの広告ね、こう貼ってあるわけですよ。で、あれ？この本書いたけど印税どうなってんだって思ったらね、やっぱり支払われてなかったわけですよ。で、連絡したわけです。で、担当者に連絡したんだけど、担当者ってね、ほぼほぼとか言っちゃいけないけど、辞めてることめっちゃ多いんですよ、編集の人って。長く続く編集の人ってあんまいないんですね、実は。だって一冊の本ね、出すまでに3人の編集者いたことあるからね。それぐらい辞めちゃう。ボンボンやめてっちゃう。まあ、それぐらい辛い仕事でもあるので、ね、好きじゃないと多分やってらんないですよ。なんで、そういったこともあるので、辞めてんじゃないかなと思って上司の人入れて、メール送ったら、やっぱり上司の人から帰ってきました。申し訳ございませんでした。って言って。で、理由として何だったのかって言ったら、もうその編集の担当だった人はすぐに異動になったので、まあ、異動にって、おいみたいなね。すぐに異動になったからと言って、引き継げちゃんと。印税の支払いとか、あと、検本ですよ。ね、本って出したら、10冊ぐらい送られてくんですよ、著者にね。1冊も送られてこなかったんですよ。だから送られてこなかったことなんか初めて、まあそれぐらいブチ切れてんのかなと思ってね、最後もうすごい喧嘩状態だったから、怒ってんのかなと思って、まあまあまあいいか、と。で、憲法が来なかったけど、まあいいやって思ってたんですけど、それにしたってね、1年もね、支払いがないっていうのおかしいだろうってね、会社の経理気づけよって思ったんですが、で、まあ言ったらすぐにね、はい、本も送られてきたし、印税も入ったんですけど、まあまあまあ、ちゃんとね、だってもう契約書も交わしてあったからさ、そもそも。契約書のやつがまた送られてきたとかなかったんで、契約済んでた後なのに、それ払わなかったわけですから、だから契約不履行じゃないですか。そんなのあるんだなと思って、もうびっくりしましたよ。おったまげですよ、とにね。で、まあ、もちろん、
わかりますよ。その支払われた額、お前別にいいだろみたいに思われるのは、はい。まあまあ、わかります。その支払われた額を見ても、ね、ああ、そうか、今の私の日給より少ないんじゃんって思いますよ。思うんですけど、でもさ、これをやっぱりね、OK の前例としてやっちゃダメじゃないですか。やっぱ著者ってすごい搾取されるんですよ。まあ僕はね、もうだいぶ名前がこうでっかくなったから大丈夫ですけど、搾取されてる著者の人って結構います。特にデビュー作の人ですね。やっぱ周りの話聞いてても、まあ本って名刺代わりになるんで、どうしても。本出してますっていう人と出してませんっていう人だと、やっぱこうネームバリューが違うんですね。やっぱ本出して一丁前みたいなね、のってまだあるんですよ。まあ今のこのね、ネット時代に本があるかないかってそんなの関係あるとかって思うんですけど、それでもやっぱ本は出しておきたいとか、本出しませんかってオファーが来る。で、出版社自体も最初賭けみたいな感じですから、出すのって売れるか売れないか分かんないので、もちろんリスクを背負ってるんですよ。リスクを背負ってるから、その人たちが売れるか分かんない状況で出してあげてるんだっていうので、かなりひどいので出させてることがありますが、労働力に対して、ね、本書く労力に対してあまりに少なすぎだろうっていう著者いますよ、本当に。この令和の時代でも。そんなに頑張って書いたのにそんだけしかもらえないんですか？しかも協調者いてそれと分けちゃうわけですよね。全然ないじゃないですかみたいな人いますよ、うん、すごくかわいそう。こんな時代でそんな有名なのに、ね、そんなこともあるんですよ。だからそこ変えてあげないといけない。だからいろんな出版社とやり取りしたけど、やっぱりかなり搾取するし、冷たいし、態度もね。もちろん全員じゃないですよ。まあわかりますからね、向こうの批判も。で、別に自分自身はその出版社が嫌いっていうのはあるけど、でもね、その嫌いなところでもいい本が出たらちゃんと紹介してるし、動画でね。だから別にその出版社が嫌いでも、その個人が嫌いでも、いい本が出たら忖度なしにちゃんと紹介します。でもやっぱり著者たちにとってはちょっと悲しい状況が起こってるっていうのがあるんで、そこをぜひ変えてあげられたらなっていうので言ってる感じですね。まあわかりますよ。すごい本もさ、誤植が多いまま出版されちゃったんですよ。それやっぱり僕がもっと早くね、原稿を書いていればそんなことはなかったし、だから僕の原稿を編集の人がね、全く英語がわからない状況でめちゃくちゃなミスを作っちゃったり、構成の人が全然わかってなくてめちゃくちゃな感じにね、並べ替えちゃったりとか、デザイナーの人がわかってなくてデザインになっちゃったりして出たんですけど、ね、それはやっぱりもうちょっとだから僕はね、早く出してれば、早くチェックしてればそんなことは防げたはずではあったんですよ。まあ、ただその勝手に並べ替えたり勝手に書き換えたりしたのは大問題だと思いますけどね。もう未だによくありますよ。それで辞めた人いましたからね。僕は注意してこうしてください、こうしてくださいって言ったら、ね、何にも変わらないで変な間違いだけ残って出版して、おいどういうこっちゃっつってね、私が言ったのに対して、でそれですぐ辞めちゃって、ああなんかやっぱ俺が言ったからかなって思ったら、別の著者の本も失敗してて、別の著者にくっそう怒られてやめたらしいですけど。まあまあまあ、そういうことって結構あるんですよ。出版社って、ほんと編集者ってすぐ変わっちゃうんだよ。でもそれにしたって会社が気づかないっていうのはどうかなと思いましたけどね。はい。まあこういう前例はね、絶対作んない方がいいと思うので、今後ね、注意していただければいいんじゃないかなと思いますが。はい。ついでに言っとくとですね、はい。某予備校。支払ってないですよ、私に。最後の月の給料払ってないですからね、あなた。まだ、未だに。何年前の話だってことですけど、払ってないんですよ。まあ今やね、超有名な予備校になったから、支払わないとかっていうことはないと思いますけど、経理もちゃんとしてると思いますけど、最後の月ね、明細もなければ、月々の明細も届かなかったし、給与も支払われてないですよ。振り込まれてないですからね。ね、それ、ある時ね、イベントがあって、そのイベントにね、僕のファンですって来た方がいてね、で、実は私、あの予備校の経理だったんですよって来て、で、そこでね、私検索したら、先生の名前見つけちゃって、個人情報漏洩って思ったけど、それも問題だけど、他のやつらもやってるしね、それね、他、この人だけじゃないですよ。で、さらに、あったのが、その給料言ったんですよ、僕だから。最後の月払われなかったんですよ、そういえば。って言ったら、よくあることですって言ってましたからね。はい。だから辞めちゃった先生たち払ってないっていうね。おい！やれ！ちゃんと！って思ったけど、今はもうやってるでしょうね。遡って払え！遡って払いなさい。銀行口座同じだから、払ってください。はい、ね、あの時、あなたが払っていた、あのね、予備校が払っていたのと同じ口座ですから、最後の月払われてませんよ。どうしたんですか、その売り上げ。で、まあ集団授業だから、いくらでもごまかせるのかもしれないけど、ということでございました。はい。ぜひとも、こういうことのないようにですね、はい、していただけたらと思います。はい。ね、著者の皆さん大変だと思いますけどね、出版社潰れちゃったしさ、この間もね、あれも大問題になりましたけども、そういうのでね、僕がこれ取り上げることによって、すごい助かったっていう著者たちからね、ありがとうございますって来ましたから、まあ同じようにこれでね、救われる著者たちが出てくればいいんじゃないかなと思います。未払いの可能性ありますからね、ぜひ調べてみてください。はい、ということでございました。ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.